じゃあです。本日、e フットボール2022、ドリームマッチームか、やっていきたいと思います。今日はね、e フト初の、イベントというかガチャ、来てるんで、回していきたいと思うんですけど、今作課金は今のとこする予定ないってとこで、最初もらった600コインでね、使え、行きたいと思うんですけど、このアイコニックみたいなレジェンダリーの選手の方は引くのはやめます。で、とりあえずこれ引いてこうかな。 J リーグのね、トレンド選手、鈴木優斗選手来てるんで、鈴木優斗選手を取りに行きたいと思います。歌かいるし、あれだけ活躍すりゃいるよな。稲垣、ジエゴ、中川、キム・ミンテ、じゃあ鈴木優斗選手、レベルは上げれないんだけどね、J リーグの選手としてはだいぶ強いんじゃないかな。スパサブ持ちなんだ。じゃあ鈴木優斗選手を指名契約権2を使って獲得してきます。音声が入ってるかしら、初めて見るな。ここは特に変わった演出はないな。ジュビロの選手集めてね、試合もやっていきたいなとは思ってるんですけど、まずは鈴木優斗選手獲得したってことで、次、あれこれ11人いるんだ。本命、今日の本命はこのマジックモーメンツスターズ。600コイン持ってるけど引けるのは3回まで。で、個人的に欲しいのはデヨング、ミュラー、この2人かな。ロカテッリレベル6上げれるのか。今だったらこの能力で戦えるっていう感じかな。チームスタイル上げてよしってなりそうだな。ベルツ選手、スパサブ持ち。FP じゃないからあれか。コンディション評価が、ライブアップでが。デヨングは B か。ブルーノ・フェルナンデスも B だ。チャノハーノールは A か。でも欲しい。この人はウイングか。それでも欲しいのはミューラー、フェルナン、ブルーノ・フェルナンデス、デヨング。デヨングが一番欲しいかな。その後ロカテッリ、ベルツあたり来てくれたらってことは10分の5だから、誰かしら来てほしいな。じゃあ一発目、デヨング出たらその時点でやめます。デヨング頼む。まずリーガだな。リーガの演出が、セリア、ロカテッリか。これ星5来た。ロカテッリか。悪くないかな。結構リアルだ。かっこいいな、いっす。いい。初っ端としてはいいでしょう。
レベル6までしか上がんないけど、ワンパ持ち？スルーパスもあると。セントラルハーフで使うかな。はい。次。デヨング頼む。デヨング。ほんとデヨング欲しい。デヨング出たらロカテッリつくサブかな。頼む。デヨングが欲しい。ブルーノ・フェルナンデスかデヨング。うわ、リファイエだな、これ。まあ、トップ下欲しい。ツヤ欲しいけど。飛ばしちゃった。今週パイエってだいぶアップでは C か。あー、まあまあ、スタミナ70か。フリーキックはないいんだけど。ラスト結局3回引くんか。まあいいでしょ、出れば。たぶんリーガかプレミア。リーガ、リーガかプレミア。たぶんリーガ。セリア、え、誰行った、セリア。あれ、俺、あ、チャノハノールか、行ったか。チャノハノールがセリアいないかと思ってた。あー、ちょっときついな。まあ、チャノハノール A だからいいけど、ピン、あ、まあピンクロ持っててもな、ワンパなしか。まあセントラルハーフで使うか。うん、じゃあちょっとスカッと組んでとりあえず終わったいと思います。いやー、ディフェンス買おっかな、誰か。残り300分か。今ね、自分こんな感じのスカッとでやってるんだけど、とりあえずベンチに入れてこう。トップ下2人来たな。まあ、鈴木優斗も入れとこう。鈴木優斗も入れとこう。ロカテッリも入れて。どうしようかな。アラスカエタ今週 A か、いいね。まあ、と、まあ、あそこな、2列の飛び出し欲しいからな。ロカテッリをこっちにして、ポグバをちょっと上げるか。ちょっと守備的に、ロカテッリ、守備、まあまあできるもんね。スタミナも80だし。ワンパ持ちだったよね。OKOK。ってなると、スタメンチャノハでいくか。この人両足はどう、両足精度高いか。逆足普通、コンディション波大きいんか。いや、まあミドル打ててスルーパス持ってる、無回転打ってる、キック力は、うーん、83、まあまあ高いね。まあまあいいでしょ。フレンキーデヨング出なかったけど、ロカテッリでちょっと守備的にして、ここな。あ、 ST できるよね、茶の葉。薄か、薄いな。パイエは？パイエの方ができるな。パイエスピード
当70。ああ。でもパイエそんなな、飛び出してくるイメージないからな。チャノハにしとっか。はい。って感じで、ちょっとね、まあ、ちょっとトップ下は補強するかわかんないけど、サイドバック補強しよっかな。って感じで終わっていきたいと思います。また良ければ見てください。じゃあ、バイバイ。